はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、国際社会における国家についてお送りします。で、前回が、なんだっけな、前回公害化の話をやりましたけど、今回ちょっと話がガラッと変わります。で、まあ新しいね、章に入るんですけど、今回は穴埋めが全部で11問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、説明をしながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めの方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあタイトル通り国家ね、国についての話をやっていきます。でね、まず主権っていう言葉についていきます。で、この主権語が穴埋めになってないんだけど、言葉覚えてね、主権です。で、主権って何かっていうと、これね、2つの大事なものを持っていて、まず1個、ある国が他国に支配されたり干渉されたりしない権利っていうのがまず原則にあるんです。つまり国があるじゃないですか、主権持ってる国が。それが他の国に支配をされたり、ここにね、こうしろよああしろよって命令いっぱいされる、干渉されたり、そういうことはされないって。で、それをほにゃららの原則と言います。で、これをうちに政治のせいに不で、さっき干渉ね、これで内政不干渉の原則と言います。いいね、内政不干渉の原則です。で、もう一個原則があります。それが他の国々と対等である権利です。対等、つまり、ね、平等なの、立場が。こっちの方がお金を持ってて、こっちがあんまお金を持ってない、だからお金を持ってるこっちの方が偉いんだよ、権利が上なんだよ、そういうことはないの。それ関係なく権利は一緒だと、主権はね。で、これを何かっていうと、主権が平等なんで、主権平等の原則って言います。で、主権、これね、主権っていうのはこの2つの原則から成り立ってます、基本的に。で、なってて、で、この主権を持つ国々のことを、主権を持ってる国なんで、主権国家って言います。もちろん日本もそうです、主権国家ね。で、ここから、今からやることはね、多分知ってる方が多いです。これ地理でもうやってるんで、一回でもね、あの教科書載ってるんでね、あのもう一回確認していきます。で、国家の主権、つまり権利ね、自分の権利が及ぶ範囲、つまり権利が有効な範囲ですのことを、まず領域って言います。例えば日本だったら、その日本のね、権利が及ぶ範囲、この範囲を領域なんです。で、領域っていうのは3つのものから成り立ってて、1個は領海って書きました、つまり海です。で、あと2つは領に、ちょっとあれだったね、消えたね、土です、領土、つまり土地ね。で、もう1個は海があるんで、領に、あと空ね、領空です。で、この3つから成り立ってます、なってると、領域はね。で、ちなみに領海、海ですね、領海の周りの水域はほにゃららと呼ばれています。で、その場所では漁業資源、鉱山資源などの権利が沿岸国にある。で、まずこれ言葉から言っちゃいましょう。これもね、以前やってるんですけど、これを経済に、水に、領域の域で、経済水域と言います。経済水域ね。で、これどういうことかっていうと、この領海があるじゃないですか、海、この範囲、その外まで範囲が決まってるんですけど、で、詳しくはね、あの、なんだ、下のリンク貼っておきます。この動画の下の動画概要欄って説明があるんですけど、地理の動画って書いておきますんで、そこポチって押したら、この領域、領土、領空、経済水域、あと領海かの詳しい説明やってる動画に飛べますので、もしよかったら、ね、そっち確認してみてください。で、この経済水域って範囲があるんだけど、ここでは、例えば日本だよ、日本だったらこの経済水域の中にあるとこで魚を取っていいですよとか、そこに鉱山資源、資源があるならそれを取っていいですよっていう権利が発生するんです。それが経済水域。でも詳しくはね、その地位の方で見てみてください。で、3番同じ答えなんでちょっと書きますね。主権
国家はまずですね、国家を示すシンボルとして国旗と国歌、歌ね、国歌を持っています。で、日本でもあるでしょ、国旗と国歌。で、まず日本の場合、国旗はよく日の丸って言われるね、あの白に赤い子、日の丸って言われますけど、あれちゃんとした呼び方があって、日本の日に小に旗です。日照旗と言います、あの日の丸のこと、日照旗で。国歌、まあね、歌ったことがある方の方が多いと思うけど、噛むか、君が代です。いいね、君が代で、これ国旗は日照旗、国歌は君が代って法律で定められてます、今は。まあちょっといろいろ問題もありますけどね、これね、歌う歌わないとかもありましたけど、一応法律で定められていると。で、最後、国家が互いにね、主権を尊重し合っていくために、つまり2つの国があった時に、こっちにもちゃんと主権がある、もちろんこっちにも主権がある、だからそれに伴ってこう侵害したり、また仲良くしていこうとしていってほしいんだけど、で、国と国とがね、結ぶ条約などのルールのことをもちろん守らなきゃいけないじゃんか。でも、それぞれにやっぱり思惑があって、そこで紛争は起こる、意見のね、あのすれ違いがあったりとか、喧嘩みたいな感じで紛争が起こったりすると。で、その時に国際連合のほにゃらら裁判所で紛争解決のための裁判が行われます。で、まずそのね、国と国とが結ぶ条約とかあるでしょ、何々条約とか、そういう全体的な、もっといっぱいあるんだけど、ルールのことを国際法って言います。ルールのことを国際法、全部ね。で、これを守んなきゃいけない、みんな、それぞれの国が。でも、それがね、まあ、うまく守れなかったりとかで、紛争が起こってしまった時に、国際連合のほにゃらら裁判所、これが、まあ、国のことを解決するので国際がつきます。で、裁判所なんで司法だよね、ちょっと狭くてごめん。だから国際司法を裁判所っていうのが国際連合にあるんだけど、そこで裁判が行われると。でも、これを行う、この裁判をね、行うためには、その喧嘩をしてるね、紛争を起こしてる2つの国が両方とも裁判 OK です、こっちも OK ですって言わないと裁判成り立たないんですよ。なので、なかなかね、裁判に行き着かないケースも多いんですが、まあ、こういうのがあるというのを覚えておいてください。いいかな。では、今回は社会の公民、国際社会における国家についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、ここで登場した国際連合、これについて詳しく取り上げていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。で、途中でも言いましたけど、この領域、領土、領海、領空、経済水域と、ここの話、詳しくね、話してる地理の動画、リンク下に貼ってありますので、もしよかったらね、そっちでもちょっとポチッとチェックしてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。